あれだけのね、身体能力と力と、があってですから、うん、彼と野球やったことがないので、全くどういう考えをしてるのかっていうのはわからないですけど、うん。まあやっぱりね、遠くによりまだ飛ばしたいとか、うん、さらにね、飛ばせるのにさらにもっと飛ばしたいとか、いうところをに勝負。だ要はね、150キロ、ね、155キロ投げてるのにまだ160キロ投げたい。でもストライクが入らないっていうね、ピッチャーで言ったら、例えで言ったら。うん。うん。うん、だからもう遠くに飛ばうのは分かったから、今度は的確に捉えに行ってほしいなっていうのと、いろいろ配球もね、勉強してほしいなっていうのと、うん。とかっていうの。やっぱこれ触れない人が触れるようになってっていう、うん、っていうのはもう通り越してると思うんですよ。十分飛ぶんでね、当たったら。うん。うん。うんだからもう早くね、そこを脱皮してほしいなというのは思いますし、なんか見れば見るほどね、フォームが変わっていってんでね。そろそろ勝負の年ですよね。もうそうですね。やっぱり勝負ってもう、やっぱり1年目から勝負ですよ。ね、なるほどね。高校から入ってこようが、ね、どこから入ってこようが、若いからって言っても、やっぱプロ入ってきた以上はね、もう1年目から勝負ですから、まだ若い、まだ若いで行っていったら、やっぱりもうね、レギュラーつかめないで、ね、一軍にいるけど、試合には出れないとかいうところになってしまうんでね、あくまで目指すところはレギュラーなので、一日も早く出てきてほしいっていうところじゃないですかね。